アップサイジングコンセプトとは自動車においてエンジンの排気量を大きくすることである。2000年代後半から自動車業界を席巻してきたダウンサイジングコンセプトの待機後に近い存在で、その点ではライトサイジングコンセプトに近いがアップサイジングは燃費性能の向上を目的としたもの以外も含めエンジンサイズ拡大の全般を指す。 一般的にエンジン内部の機械抵抗損失は回転数の事情に比例するため高回転化するほど燃費も悪くなる。裏返せば低回転化すれば損失の低下により燃費の向上が期待できることになる。出力を維持したまま低回転化するには排気量を上げる必要があるがもし排気量を増やすことによる損失の増加よりも 回転数を下げることによる損失の減少の方が大きければ燃費の向上につながる。ダウンサイジングコンセプトの浸透により排気量拡大イコール燃費悪化というイメージが浸透したが、このようにうまく巡航時のエンジン回転数を低く抑えることができればむしろ燃費の向上につながる可能性がある。また静粛性向上や常用回転域でのトルク特性の向上など、 燃費以外の観点から、あえて排気量を上げるケースも存在する。ユーザーサイドでのデメリットとしては、その排気量の変わり方と、高精度の関係によっては税金など所有にかかる、コストが高くなってしまう。こと、二輪の場合は現在所持している免許では新型に乗れなくなってしまうことなどが挙げられる。ただし前者は1年間の走行距離次第で、 節約した燃料代によってペイできる可能性がある。ありがとうございます。